おはようございます、6時50分昨日と同じでね、今日もいい天気、おそらく今日こそは山の岩木山の荷上げのバイトあるんじゃないかなと思います。私はライです。ライ、はい、ライ。ライさん。はい。ライさんね。足立さん。そうです。ライさん。YouTube ですか ?YouTube?YouTube の名前は ?YouTube?YouTube はね。25キロ。400メーターぐらい。でも最初の3分の1が上りで300m が平坦な、割と平坦な雪道、とりあえず、明日に持ち越し、今日全部荷上げできなくてね、まだ明日で、明日は荷上げと、上で土方の作業があるらしい。とりあえず今が3時半ぐらいかな。とりあえず今日はこれで終わりみたい。いやー疲れた。何往復したんかな、まあ、でも5、6往復ぐらいかな。片道15、20分ぐらい、往復で40分ぐらいかな。お5、6往復30キロ、25キロ30キロのもので担いで、いやみんなベトナム人の皆さんはね、一番若い子は24歳、3人いて、24、25、32って言ったかな、と俺の4人でやってて、あとは、監督の方が1人、2人、1人は、まあ、今、怪我されてて、この仕事を斡旋してくれた人ね。は、まあ、怪我もしてるし、指示をする感じで、もう一人、ちょこちょこ手伝ってくれる方が、地元の方がいて、青梅の方がね、そんな感じで、はあ、まあでもね、大変だったけど、冬山にもね、来れたし、まあ明日もあるけど、よかったです。これからロープウェイで下山して、ロープウェイか。リフトで下山して、いや旅館に泊まりたいな。とりあえずお風呂入ろう。今日の夕飯でございます。ビールのたぬきに焦げ焦げのネギと、そしてお餅たち。今日も一日お疲れ様でした。おおうん、うまい、うまい。